ミサワホーム株式会社は、住宅の設計、製造、販売、施工を行っている日本のハウスメーカー、不動産会社である。創業者は、ミサワジオジ。上場銘柄としての略称は、ミサワホームホールディングス時代の同略称を継承し、ローマ字表記のミサワとなっている。2015年1月には、約10年ぶりに、自社ブランドによる、 マンション分譲に再参入することが明らかとなり、2020年までに首都圏を軸に10棟前後を建設した上で、小て依存の経営から脱却を図りたいとしている。緑会の会員企業であり、3話グループに属している。木質パネル接着工法で、工場生産された木質の両面パネルを、木の細胞同士を合着させる、高分子接着剤と、 引き抜き体力が普通の釘の2倍のスクリュー釘という接合で組み合わせ、六面の構造体の間で隙間のない真のモノコック構造にすることで外力をうまく分散する光合成の家としている。最近では従来の光合成、耐震構造に加え反復する地震の状況下においても壁紙の歪みまで抑制するために次世代精神装置、魔女、発表、 都心部や教唱地等、従来の免震装置の適用できない地域においても、高水準の耐震、精神住宅の建築を可能にしている。また、近年は多様化する顧客の要望に応えるために、木質パネル接着工法だけではなく、木造軸組工法、オン工法、鉄骨軸組工法、RC 工法等の工法にも取り組み、 住宅だけではなく商業建築の部門にも進出している。センチュリーハウジングシステムにより国の認定期間から100年住宅として認められている。また、1968年より南極の昭和基地の建設にも携わり、昭和基地のほとんどが三沢ホームであり、極地の劣悪な環境下で最長の建物で40年間経っている。なお、 その建物の一部は日本に持ち帰られ、三沢法務総合研究所において展示されている。南極で吹く、風の風速は60メートル毎秒が吹き続けるような、環境、かつ、氷が地盤という不安定な中で、建物が成立しているため、非常に歪みがたいという言葉が当てはまる。バウハウスのデザインの考えに共感し、その根幹の考えを、主としたデザイン。 2013年まで24年連続でグッドデザイン賞を得ている。また、バウハウス出身の建築家やデザイナーの作成した作品をミサワ・バウハウスコレクションとして収蔵・公開することで更新の啓蒙活動にも取り組んでいる。代表的な建物としてグッドデザイン賞1996年に住宅業界で初めて大賞を得た。 ジーニアス像のある家がある。倉三沢の特徴の一つとして、蔵がある。これは例えば1階と2階の間に高さ140センチメートルほどのフロアを作り、大収納空間を実現させたものである。この蔵部分は2階床面積の50%までならば、溶石率に含まれないため、建築制限が厳しい土地でも可能であり、階層の間にこの 蔵が入るため、浄化間の遮音効果ともなり、また通常の2階建てよりも高さのある家となる。放棄上居室とは認められないが、収納だけでなく、書斎などに利用する建築主もおり、バラエティーに富んだ利用方法が可能である。2013年11月15日。 全国一同八県の木造住宅計1619棟で屋根裏や壁の強度を高める石膏ボードを設置していない疑いがあると発表した。建築基準法に基づき国が認定した独自の広報通りに建築せず屋根や壁の変形を抑える石膏ボードを取り付けていなかった。午後に開いた会見で専務執行役員らが陳謝し、 該当の住宅について回収する方針を示した。都道府県別の内訳は、北海道147棟、岡山県1063棟、広島県347棟、島根県1棟、山口県2棟、香川県2棟、福岡県2棟、佐賀県50棟、長崎県5棟だった。その後の全棟検査で、約9割の住宅で不備が確認された。 監督官庁の国土交通省は最終的に木質パネル住宅の使用に合致しない形式不適合と認定。一方、防火や構造体力の点で住宅の性能や安全性に問題はないとして行政処分を見送った。厳密には形式通りの施行を義務付けている建築基準法に違反するがミスによるもので、 構造体力に関する違反はないと説明した。なお、本件が後にレオパレス21、大和ハウス工業の思考不備問題の発覚につながる、契機となった。他2019年3月31日現在、連結し、会社58社、関連会社3社が存立する。他松井秀樹を、CM イメージキャラクターに起用。 松井の実刑が従業員であることから実現した。2007年9月現在の CM では、吹石和江と共演している。2008年7月現在は、吹石単独出演の CM もしばしば目にする。2011年の震災後に制作した CM には、有名人すら登場しなくなったが、2012年には、珍しく平井県のイメージソング企業で注目を集める。 CM にはほとんどと言っていいほど登場しないが30年にわたりミッフィーをキャラクターとして使用している。ほか、ありがとうございます。